デメトリオ・アルベルティーニ、デメトリオ・アルベルティーニ、ディミトリオ・アルバーティーニー、1971年8月23日イ、は、イタリア・ロンバルディア州出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは、MF ・レジスタ。1990年代の AC ・ミランと、イタリア代表のレギュラーを務め、セリエ A 制覇と2度の UEFA、チャンピオンズリーグなど、多くのタイトルを獲得した。 また、キャリア終盤には、スペインの FC バルセロナに移籍し、最終シーズンには、リーガエスパニョーラを制覇した。イタリア代表では、FIFA ワールドカップと UEFA 欧州選手権に、それぞれ2度出場し、共に一度決勝に進出した。2005年12月引退し、2006年7月に、イタリアサッカー連盟、フィグック副会長に就任した。 モンザエ・ブリアンツァ県のベザーナイン・ブリアンツァで生まれ、10歳でイタリアの AC ・ミランの入団テストに合格。1989年1月15日のホームのコモ戦でわずか17歳でセリエ A デビューを果たした。しかしその後は出場機会に恵まれず、1990年からセリエ B のパドバにレンタルで移籍した。 パドバでは28試合に出場して5得点を挙げ、最も有望な若手、イタリア人選手に贈られるディアドラ賞を獲得した。その活躍が認められて、翌シーズンにミランに復帰すると、その年から中盤のレギュラーの地位を確立した。アルベルティには、ミランで1992年からの3連覇を含む、セリエ A を5度、公式戦、出場406試合、 セリエ A293 試合、コッパイタリア46試合、ヨーロッパカップ戦67試合28得点、セリエ A21 点、コッパイタリア2得点、UEFA チャンピオンズリーグ5得点の記録を残し、イタリアスーパーカップを3度、UEFA チャンピオンズリーグと UEFA スーパーカップをそれぞれ1度ずつ獲得してる。ミランでの406試合出場は歴代8位の記録である。 2002年からは、スペインの強豪アトレティコマドリードに移籍し、28試合に出場して2得点を挙げた。しかし1年後の2003年、ジュゼッペ・パンカロがミランへ去った、母国イタリアの SS、ラチに移籍した。このシーズン、アルベルティーニは28試合に出場して2得点を挙げ、ラツオのコッパイタリアでの優勝に貢献した。2004年からは、 アタランタ BC に移籍し14試合に出場した後、2005年、元チームメイトのフランクライカールトが指揮するスペインの名門 FC バルセロナに移籍し、5試合に出場した後に引退した。代表では、サッカーイタリア代表として1991年12月21日に、イタリアのフォッチャで行われたキプロス戦でデビューし、2から1で勝利を飾った。その後、 2002年まで歴代8位の79試合に出場して3得点を挙げたほか、6試合でキャプテンを務めた。1992年には UEFAU-21 欧州選手権1992とバルセロナオリンピックにそれぞれ出場し、U-21 欧州選手権ではチームの優勝に貢献した。1994年と1998年のワールドカップ。 1996年と2000年の UEFA 欧州選手権に出場した。2002年のワールドカップにも出場する予定だったが、直前にイギリスのリーズで行われたイングランドとの親善試合で負傷したため、出場できなかった。1994年、アルベルティには初のメジャー大会となる 1994FIFA ワールドカップに出場した。彼は、 ロベルト・ドナドニア、ディノ・バッチョラと共に、エンジンルームと呼ばれる強固な中盤形成し、グループリーグ第三戦のメキシコ戦では、マッサーロの決勝ゴールをアシストし、チームのグループリーグ敗退の危機を救った。また、準決勝のブルガリア戦では、ロベルト・バッチョの決勝ゴールをアシストし、チームを決勝に導いた。決勝のブラジル戦では、 バランスの取れたプレーでブラジリを無得点に抑えたが、PK 戦の末に敗れた。1996年に出場した UEFA e u ロ o 96では、イタリア代表は、準世界チャンピオンとして、ドイツと共に本命死され、アルベルティには、背番号10番をつけていた。しかし、初戦のロシア戦には勝利したものの、2戦目のチェコとの試合で敗れると、3戦目のドイツ戦で引き分けたため、 グループリーグ敗退が決まった。アルベルティーニ自身も良いプレーができず、大会後のインタビューで、監督のアリーゴサッキは、このチームは、今までで、最高のチームだったが、アルベルティーニの復帰を急がせたことは、未だったと話した。1998年、アルベルティーニは、チェーザレ・マルディーニの下、再び、ワールドカップに出場した。チームはベスト8まで進出し、準々決勝では、 フランスと対戦したが、PK 戦で、アルベルティには、PK を外し、チームは敗れた。その後、フランス代表は、大会で優勝した。2000年、アルベルティには、ディノゾフの下で4度目のメジャー大会である、UEFA e u ロ2 0 0 0に出場した。アルベルティには、中盤の明確なリーダーと位置付けられ、ルイチデビアジョの隣、ステファノフヨーレや、 フランチェスコ・トッティの後ろでプレーした。彼の攻撃のテンポのコントロールとチャンスの喪失、イタリアの中盤を制御する上での創造的な役割は、イタリアにとってとても重要な役割だった。アルベルティには、グループリーグのベルギー戦では、トッティの先制点を、準々決勝のルーマニア戦では、フィリッポ・インザーギの2得点目をそれぞれアシストし、最終的には、決勝でフランスに敗れて、 準優勝に終わったものの、チームの中で創造者として高い評価を得て、大会選定のベストチームにも選ばれた。2005年12月5日、アルベルティーニは現役引退を表明し、指導者としての道に進む意思があることを伝えた。2006年3月15日には AC ミランの選手と FC バルセロナの選手による引退試合が行われた。試合はアルベルティーニが 直接、フリーキックを決めた AC ミランが3から2で勝利した。試合後、アルベルティーニは、ファンから、万来の拍手を受けた。2006年には、ベルガモのセルビーノに、彼の名前から取った、サッカーアカデミー、スクオーラカルチョデメトリオアルベルティーニの創設にも、携わった。ミラノとレッチェで開催された第一回のアカデミーには、1000以上の若い選手たちが参加した。 9月19日2006年5月18日イタリアサッカー界の相次ぐスキャンダルによる混乱を防ぐためにアルベルティーニはイタリアサッカー連盟の副会長に就任した9月19日に臨時会長のが辞任するとアルベルティーニも辞任を発表したその後彼は会長に就任したジャンカルロ・アベーテによって再び副会長に任命され2013年に 再選された。2016年、アルベルティには破産したパルマ FC の経営面でのサポートを請け負い、2015から16シーズンにセリエ B への降格に留まるようにするために、新たな受け皿となるスポンサーや選手の確保などの最善策を講じる考えを示していたが、6月22日午後2時の締め切り時刻までオファーがなく、破産が確定し、 パルマ FC は消滅した。しかしその後もアルベルティには、アドバイザーとして、パルマ FC の後ろ身である、SSD パルマカルチョ1913に泊まり、クラブをサポートする意思を表明した。また、アルベルティには、サッカー指導者の研究者でもあり、サッカー経営シミュレーションゲームのフランチャイズでもある。ヨーロッパ戦は UE、UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA カップ。 UEFA スーパーカップを含む楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。